はい、どうも皆さんこんにちは。今回の釣り行かれへんはですが、今日はキスを引きずりで狙います。今日は13本針で行ってみたいと思います。今日はガチで100匹釣りますんで。ほんまに100匹釣る？もちろん100匹釣るで100匹釣りますよ。3時間100。罰ゲームはなしで、もちろんその罰ゲームなんでね、そんな生優しいもんではいかんでしょ。生優しいもん、もっと厳しい。うん、まあ何が転がるかわからんしね、あれなんですけど、まあ100ぐらいは釣りましょう今日で。餌なんですが、ゴカイとチロリと2種類用意しました。これにちょっと粉をまぶしてやりましょう。魚神粉という怪しい粉を作ってみました。怪しすぎる。今回やってみます。今日はね、100匹釣るんで3時間で100匹。ただいま12時27分。潮はね、今日は12時50分が満潮ということで、これから満潮を迎えて、下げに入るような感じになると思う。ちょっと出遅れたよな。そうですね。まあ、3時間勝負でやっていきましょう。はい。それでは、レッツ、ドーン！夢がライン。この辺からやっていきます。で、普通に巻いていって、どこら辺でこう、当たりによるかにも、ちょっとこう、確認しながら、やっていきますね。同じスピードでゆっくり巻いていっとったら、魚が追っかけて、食うてくるんです。なんとか当たりはない。3色2色の間ぐらいですね。日本しかおらん。チロリ？チロリやな。まあでもサイズはまあまあ、この前よりかはちょっと上がったんじゃないかな。はい。あの、一番下の針に吸うてきよることは、うん、その、リーリングスピードが速い。っていうふうなことを、もうこの、キスのかかった場所が教えてくれる。よいしょー。はい、4連、4連でーす。いいよ。さあ、じゃんじゃん釣ろさあ、何匹おるかな。よいしょ。あら、あん、1匹おらん。なんでや。いかんな。
とおってもええぐらいなんやけどな。ちょっと本調子でないな。そうやな、一回もつれたらちょっと仕掛けがもつれやすなるんでね。キスが少ないんかな。キスがちょっと今少ないんかな、ここは。いや、そんなことはないかもしれん。あの、当たり的にはね、A 当たりしようなんで。あ、これ使ってみよう。新作。こんな余裕大丈夫。まあ新作ですからね。余裕しようけど、かましたけど大丈夫。新作ですからね。ん、なんか、ま、おかしい？なんかおかしいですか？新作です。なんか罰ゲームがない思て余裕かましてない？なんか。で、ちょっと絡まりが多かったらこうちょっと引っ張ってやるもん。仕掛けを元に戻すというかね。よいしょ。まあ今日のところは3色ぐらい、75メーター付近ぐらいで当たんじょるような感じなんで、その付近を、その付近から手前を狙っていっきょんですが、ちょっと今日は思ったほどにキスの活性が高くないみたいな感じですね。まあ潮がね、ちょっと止まっとる時間帯もあるんかもわからんので、ちょっと潮が流れようなんですよね。また流れ出したら食うてくるいうこともあるし、そのまま終わってしまうかもしれんいうこともあるし、まあ潮次第ですね。もうピターっと止まっとるようではやっぱりキスの活性もちょっと下がっとんで、ちょっとそういう時間帯にたまたま入っとんちゃうんかないうんもありますよね。おお、今見た？うん、ほう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 。これは面白いな。やる気のあるやつはやる気あるんやけどな。そのやる気のあるやつがどんだけおるかやな。完全に魚のせいにしおる。完全にそら食うてくるもんは魚ですから。それを食わすんが腕やろ。そうやな。食わせてみせようとか言わんかったっけ。食わせますがな、心配せんでも。あら、フグが多い。フグが多いか、フグ一匹やけど、レンではいかんな。まあでも仕掛けも綺麗に上がってきたし、そこそこサイズもサイズアップしたんじゃないですか。ちょっとなんかな、先にあの海藻がついてくるんな。海藻がついてきたら海藻と一緒に引っ張ってくるような感じになるけん、魚がもうちょっと餌あってもびっくりしてから食わんようになるいうかね。この海藻がうまいことこう同じところに固まっとってくれたらいいんやけど、今このかなり散らばっとるような感じになっとんで、ちょっとこう引きづらいような感じになっておりますね。うん、こんな感じでもうあれやもんな、ついてきおるもんな。重りもうすでに海藻がついてきおるけん、絡んどるけどごれんやな。なんかいまいちやな、いまいちな上にこれが絡んできおるいうことだな。これめちゃくちゃ抵抗しおるなこいつ。
よいしょ。なんぼ？よいしょ。4?4 ではいかんな。まあでも、着々とですね。まあまあいい、時間があれ、うん、かんな、ちょっとなんかあれやな、あっちょっとやばい、ここで来たぞ。さあ出ます。何でも出ます。こんなレンズ好きだけもうめちゃくちゃテンション上がるのやめてください。ちょっともう全然魚釣ったけどテンションちゃうやん。めっちゃ寄ってきたし、海釣ったんでもそんな寄ってこなかったよ。いやもうめっちゃ寄って、もう大慌てやった。大慌て。あれ海だ。なんや。魚のいたぐらいなんやや。魚のいてもなんや言わんの。氷が回収できるよ。はい。あったでかい。はい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 。でかぎす。ちょっと逆声だけど。こんな感じで。おい。ええサイズです。おい、これはいいわ。これはいいでしょ。これはいいわ。黙っとるけど、しっかり。来た。よいしょ。1、2、3。こんだけやけど、もう十分やろ、これ、このサイズ。このサイズ。まあ、一匹ね。これだけ。いや、間もまあまあやで。間もまあまあやで、これ。ほんま？もう限界。もう限界。はいはいはい。7連いうことは、今日1やな。で、一番上がいいサイズ。こんだけ積んだら十分やろ。ラストスパート入っとるな。ラストスパート入ったね。やっぱどんだけあれしても仕掛けがダメやったらダメ。仕掛けがダメ。どんだけ張り数多いって仕掛けがダメやったら。でした。有言実行ならずですけどね。3時間で100いくで大見え切った私が間違えておりました。申し訳ないです。まあでもこんだけ釣れ寄りますんでね、釣れ寄るには間違いないということで、はい、では今回はこういうことで終わりにさせていただきます。またのご視聴よろしくお願いします。